皆さんこんにちは、やっさんです。今日はね、お久しぶりにといっても2年ぐらいかな、日時計の丘公園オートキャンプ場の方にね、来させていただきました。今日ですね、このあいにくのね、天気模様、もう雨がね、パラパラしてますんでね、今日はですね、この後ろにあるこのこちらコテージの方にね、泊まらせていただきたいと思います。それではね、楽しんでまいりたいと思います。なかなか渋くてね、大きいコテージですね。幅的に大丈夫、時計そう大ちゃん、今真っ白きやそれでは開けましょうかね。あ、どこやね、あ、反対、じゃん、行って行きました、はい、オッケー、おー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 、初のここで過ごすコテージ泊です。ちょっと広くないこれ、あ、すごい、いやー、なかなか広いじゃないですか。はい、じゃあ入りましょう。冷たくて死にそうやね、寒くて死にそう。今日はですね、日時計の丘公園のコテージ泊ということで、初めてこちらの方に来させていただきました。いろいろ YouTube でもね、検索したんですけど、なかなかね、このコテージをね、動画に上げてる方現れなかったので、ちょっと動画にしてみたいと思います。畳の部屋ですよね、ここね。で、こっちがこっちや、あば、これあれやろ、ボタンが、あ、ベッドが4つだね、うん、みんな1台のベッドやね、うん、僕は飲んで、まあ、今日は素晴らしいアイテムを持ってきた。これがロールスクリーンになってるから、うん、ちょ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 、あ、今日はでも来ないから晴れてたら星空、うん、そう、あば、これがネズミ出てくるとこネズミ、うん、あ、そうな、パパ、今度は今日はでも天気悪いからな、こうやって見んねん、こうやってこっちもやろ、あ、こっちもほらあるけど、あんま良くないな、これ回るんじゃん、この、え、これ回るんじゃん、これ換気、パパ、奥も綺麗、今日はね、テラスバーベキューもできるということで、はい、こちらになってます。趣味、こちらね、ここがリビング、ダイニングスペースになってますね。すごいね、はい、6人掛けのテーブルにパソコンテーブルあります。で、こんな具合で、で、ご飯見て、はい、あ、結構広いね、これって電気ないの、電気が見て、あー、綺麗、見飛ばせ、綺麗、まだ暗いの、うん、今日は、そうです、あれ、あ、はい、臭くなんだえ、臭くないやねん、綺麗なトイレやね、すごい、で、洗面所になってて、で、ここが、はい、プラになってます。パパ、見て、ここは、トングとかも入ってるよね、ここを開けて、ここ一応のためで、あ、コップ、お茶もある、お茶、はい、これは何や、これ見てない、お皿です、お皿4人、4人、うん、説明書、何やねん、あと、IH になります。なんか包丁、あ、フライパンあるな、フライパンあった、あ、包丁、ほら包丁あるわ、手まな板もあります。で、ご飯もね、はい、炊飯器あります。で、ティファールの開けとなります。で、電子レンジもあって、冷蔵庫、あ、冷蔵庫もちょっと入れてますね、は冷凍庫っていう感じかな。これ見に行くとね、和室がありますね、はい、まあ、ここでもね、パパ、パパ、パパ、で今からですね、これちょっとサーモンのお刺身をいただきたいと思います。えぇ、誰や、一緒に食べよう、みんなで言ってる、うまい、めっちゃうまいね、はい、乾杯、はい、
どうですか。リアクションがないの。めちゃくちゃ美味しいよ。ほら。あ、美味しい。さあ最後はこれ。でもここはさ、ブリの。ブリ大根。こうかぶってみ。これですこれ。パパ、2個食べた。いただきます。こう。パパ、一気に入れた。うん。あれママの大きいマフラー。うまい。うまい。マフラーのりのりやなこれ。のるのるや。あぶらのるのりのりのりのる。まあ、とりあえずね、ちょっと落ち着いたんで、僕は傘がなくてもフードがあるから行ける。今からね、ちょっと散歩しに行こうと思います。今日はね、あいにくの雨だったんですが、あとね、周りを見渡してみましょう。ここからね、正面に見えます、あの建物、あちらがね、ロッジになりましてね、ベランダでね、バーベキューできます。まあなかなか立派なね、ロッジですね。で、今日は土曜日で、予約表見たらね、満杯やったんですけど、やっぱり雨の影響か、ほらちらほら空きが見えますね。うん、我が家もね、2年ほど前やったかな、ここにキャンプしに行きまして、はい、こんな感じでね、高規格だね、キャンプ場になってます。まあこんな感じで、あったよ今日、ほんと終わり合いね、続いてますね。まあ天気がね、天気だから。我が家が前にキャンプしたのは、そこのね、サイドですね。そうそう。そう、トイレここ。ここやっぱ雨やから、ついてるね。ついてる？うんうん。ここがね、管理棟との境目になって、で左に行くと、からうちのね、ゆぶりワゴン止まってますね。コテージに行きます。で、これがロッジ。あ、ほら、あんな感じ、ほら。ね、バーベキュー。そしたらなんか、これがキャッチする。で、自販機がここ。あ、これ、行くって乗るよ。違う。お酒は売ってない。なんかほら、すごいね。なんか施設の入り口みたいな感じになってるね、ここね。よし、行こう。こっちこっち。こっちか。ここもほら、ロッジの入り口になってますね。104とかね。まあ、こんな感じか。でね、ここはね、管理棟になってます。トイレとかね、シャワーとかがあるそうです。あ、ここで僕お風呂行かん。多分無理だから、シャワー室やもん。シャワーはお風呂じゃない。そうそう、これシャワー室やで。お風呂じゃないよ。うん、もっと昔売ってるから。いや、わかんねえな。そうか、お菓子は売ってないんだ。母ちゃん、お菓子売ってないねって。で、まあトイレとかね、うん、こっちから行こう。わあ、すごいすごい。皆さんも晩ご飯の準備ですね。で、あそこからね、ほら、こっち見えますね。あれは何だ？なんかね、座れるところだね。これは何なんだろうか。時計のなんか、ここからキャンプ場にね、上がれるみたいですね。よいしょ。あ、ちょうどさっきのところに出てくるんかな。ほらほら、よし、で戻ろうか。今日はね、家からね、コールマンの 290A ガソリンランタン持ってきましたので、今からね、つけようと思ったんですが、まあ、こちらね、2マントルになってるんですけど、右側のマントルがね、もう崩れてましたんでね、ちょっと交換しようと思います。はい、こんな感じでございます。今ね、夕方の5時半ぐらいですかね。もうそろそろ晩ご飯のね、準備をね、しようと思います。はい、いい雰囲気になってきましたね。はい、今子供たちはこんな感じでね、部屋でね、くつろいでますね。今日の晩ご飯はこんな感じでございます。お肉、パンとハラミとバラクで、ステーキもあって、貝がこんな感じ。見て、ホタテめっちゃ小さい。このホタテのね、ハマグリね、めちゃくちゃ今こういう感じで準備してます。飲んじゃおうか。うまい、激しいわ。初めて。あー、うまっ。ピー白いな。
然はい、カットさあ、晩ご飯の準備もね、だいぶできましたよ、ほら。じゃあ、バター焼き、お肉で、奥に見えるのが、あのオイルランドになって、ね、はい、今回購入しました亀山のオイルランドになりました。でこちらと、コールマンのツーマントーランド290円、めっちゃ明るいですよ。ああ、だよ。じゃんじゃん、これ喉越し中毒、喉越し当てたか、いい、春いいでも食べたい、喉越し、喉越しゼロ、あーから、いただきます。あ、タレつけた、タレが好きや。どう？ああ、うまい。めちゃめちゃうまい。おしさん食べよう。タレつけ。あ、塩だ。うわ、ほんま。えんだ。うん。こ塩が。あ、うん、いただきます。うまい。やばい。めっちゃうまい。じゃあこれ何？うん、わからない。うまいだ。うまいだ。おいしいっていうな。タバコ。タバコ、はい。おお。タバ。なんだよこれは一体。よし、じゃあ。ハイボール。うまいです。あ、終わった。消えちゃったね。もう抜けた。あ、抜けてる。これ息吸い込まれるからやめた方がいい。あ、そう、強く食べれるの。でかいホタテ。めっちゃうまい。いただきます。ゴムみたいなのね、そこね。これはね、うまいやろ。かけ込む。かけ込む。うまいやろ、そら。わ、ほんま、これ。マジで食べ。一番。さあ、もうね、お腹いっぱいになりまして、最後にね、このデザートのぜんざいをね、からね、作ろうと思います。あ、もう真っ黒っけ。1人前やからちょっと少ないかな。あれ、もう湯気、湯気がすごい。やっぱりあの、餅を焼いてるのがうまい。美味しいね。はい、ごちそうさまでした。美味しかったです。お風呂入りましょうかね、今からね。さあ、今お風呂で入りましたよ。めちゃくちゃ気持ちよかった。直さないよ、やばいな。ちょっとね、一足は早いですけどね、もうあのベッド入ります。もう残念ながらの、今日は星も見れませんからね、まあちょっとゆっくりと横になりましょう。よいしょ。おはようございます。コテージ泊2日目の朝になりました。ただいま朝のね8時前でございます。はい、まだ相変わらずね雨が降ってます。よいちゃん起きて、あとシャワー浴びて朝ごはんにしましょうかね。朝ごはんの完成。はい、ご飯と鮭、お味噌汁、豚肉の炒め物とステーキ。よし、という具合で食べましょう。うん、あ、うまっ。あ、すごい身が柔らかい。うん、うまっ。うん、朝ごはんいただきましたのでコーヒー飲みます。はい、これでね今日の予定終了でございますね。これが飲み終われば
チェックアウトねしようと思います。はい、チェックアウト20分前になりました。時間がもう競ってますので、ちょっとバタバタ、そうですね、こんな感じですかね。一応ね、帰りにゴミ分別したものをゴミ捨て場に捨てに行って、で管理棟でチェックアウトします。さあ、そろそろチェックアウト時間になりますんでね、もうお片付けもすべて完了しました。はい、めちゃめちゃね面白かったですね。いいですね、こうね。よし、じゃあ行こうか。ここに電気をして、はい、オッケー。はい、じゃあということで出ましょう。よし、で鍵とこれ、はい、とこの黄色いのを出てると、よし、で閉じまりして、ではい、OK です。